琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と、作家の小原武史と、監督の平和弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日、ドラマナイトが放映されました。無事にね。はい、応援されました。ありがとうございます。終了しましたね。ありがとうございます。皆様ご覧になっていただけたでしょうか。またね、なんか、感想とかあったら、ぜひツイッターとか、いろいろね、ハッシュタグつけて、言っていただけると、私たちは、小躍りして喜びます。そうですね。トラマナイトチーム全員エゴサーチの鬼です。そうですね。昔、ドラマナイトってつぶやくと、はい、金髪のおじさんにいいね押されるっていう。金髪のおじさん。金髪のおじさんにいいね押されるっていう都市伝説があったんだよ。なんかツイッターで。誰がすか、田淵プロデューサー。金髪のおじさんね。平等されるって。平等される。なるほどね。最近金髪じゃなくなったんだろう。スキンヘッドのおじさんに押されるまあ、うちのプロデューサー大好きですからね、ドラマナイトについて。いや、でも、クリエイターみんな好きですね。感想、はい、もう感想見ていただいて初めてなんでね。そうですね。今年もトレンドに入っているのでしょうか。うん、楽しみです。ね、ちょっと不安でもありますが、楽しみでもありますよね。うん、今回特にやっぱ新しい試みだったので、はい、どういうふうに受け取られているかなっていうのが不安でもあり楽しみですね。そうですね。うん。まあ、平くんなりにいろいろね、チャレンジングなことをして、そうですね。実際、今回、前編見終わって、うん、はい、お二人どうでしたか、小原さん。僕は、なかなか、精神年齢が高いというか、うん、いろいろ知的なところまで気が回ってる、うんうん、よく考えられてる番組だなと。まあ、自画自賛ですけどね。もう知的な人が入ってるんで当たり前ですよ。かずきさん。まあ、でもそうね、本格的っていう言い方もあれですけど、やっぱすごい、うん、ね、沖縄の感じ、この世とあの世の近い感じっていうか、死生観っていうか、霊的な意識がすごい描かれてて、それがちゃんとしてかね、家族のドラマみたいなの上にあって、うんうん、それまたね、三線ゆりみたいなマジムも絡んでっていう。うん、考え、これやっぱり沖縄ならではの、うん、ね、ホラーな感じに仕上がってるのは、まあ、それが、素晴らしいな。クリエイターの目標ではあったんですけどね。うんうんうん、それが達成されてってれば嬉しいですよね。そうですね。なんか、やっぱりこの1話、2話、3話通して、各監督みんなで描きたかったのは、やっぱり、まあ、ドラマナイトずっとシリーズでやってきて、死後の世界とか、マジブンの世界とかを映像でずっと表現し続けても、だんだん幽霊の出し方とかネタもつけてくるんですよね。確かにね。そう。そうなった時にやっぱりその価値観とかそういったものが揺らぐような話をちょっと作りたいなっていうのはちょっとみんなで話したりとかしてて、今回はなんか一つちょっと本土では撮れないような映画だったんじゃ、ドラマだったんじゃないかなっていうふうには思いますね。なかなか沖縄の人が撮るホラーになったんじゃないかなとは思いました。独自のなんか死生観というかね。そうですね。この世とあの世の関係っていうのは、ちょっと本土とはまた違う、距離が近いんですよね。そういうのがよく、まあ空気感というか表現できてるんだなと、自画自賛ですけど、思います。やっぱあれ、ほんで、霊の人って、まあ結局そのね、納得した死に方してない人の念というかなるんで、絶対ああいうのは、後ろに人間ドラマあるじゃないですか。なぜ死んでもなお出てくるかみたいな、そういうのがまあ、今回はね、ちょっと時間の制限もありますけど、ちょっと裏に、ちょっと見え隠れするテーマがあって、ああいう人間ドラマが見えるっていうのはまた、ちょっと今まで違う感じでもあるかな。さすが演出家。まあまあ、役者陣の芝居も見どころでしたね。うん、ああ、役者陣良かったですね。みんな素晴らしかったね。と思いますよ。まあ、感想とかあればね、まだまだ受け付けてますんで、ぜひぜひ、ツイッターなり、いろんなところでね、はい、言っていただければと思います。いや、もうここまでもう、一本ガーッと取り切っちゃうと、コロさんもう来年どんな話するかっていう感じ。来年は、おばきゅうの話でもどうか。おばきゅう？おばきゅう？思い切り逆に振る。そう。逆に。コミック的に。コミック的に。コミックホラーみたいな。コミックホラー。いいです。サムライミみたいなやつですね。いやー。ま、皆さん、どうも。どうですか？監督、最後に
視聴者の皆さんに一言。いや、でも本当にこのトラウマナイトという作品というかシリーズをですね、うん、ずっと続けてきて、なんか今回本当に、まずスタッフ、プロデューサー陣に感謝したいのは、やりたいことやらせてもらったっていうのが、まず一つですね。確かにね。はい。一番なんかこの今取り組みたいテーマの一つだったかもしれない。死生観というか沖縄の。うん、なので、今回それの一端、その演出方法として、通常だったら、最後の奥さんを、うん、松田さん演じるユースケの別れのシーンの時に出すんですけど、今回出さずに、その、別れを表現するっていうようなところが、うん、テレビドラマでしかもこのローカルの、このいわゆる分かりやすいであろうホラードラマで、それをやらせてもらえたっていうのがまず良かったです。うん、はい。なので、すごくチャレンジングなことができたなっていうのがあるので、また、次、次回作以降もですね、うん、ちょっとまた可能性広がったなっていうふうには感じているので、それも一重にみんな見ていただいている皆さんのおかげかなというふうに思います。はい。もう終わったので、じゃあ皆さんね、本当に、ご感想をどしどし上げていただければ。はい。わかんなかったと思うんですけど。じゃあ今日で、タイレ君は終わりということで。そうですね、一旦卒業させて、はい、卒業って。はい。また呼んでくださいね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今夜のお相手は神崎秀俊と、小原武史と、平和弘でした。夏の夜を怪しく照らす妖怪たちがやってきた。妖怪を見つけてスタンプをゲット。紫村琉球妖怪。あそこの数字と僕の時計の数字が全く違う。もう6分過ぎてる。あ、なるほど。結構、ね、多分何回か顔で合図を送ってるよね。最後の平君の言葉はラジオではもろもろカットしていい感じにじゃあ編集していい感じですね。いい感じに YouTube で。まあ、好きなように撮れたっていうのは、ね、クリエイターとしては、良かったんでしょうね。なんか、本当に、この、ちょっと脳みそが映画の企画をいっぱい考えてる時期っていうのもあって、ね、なんかこう、小原さんには相談してたんですけど、沖縄の死生観にまつわる映画を作りたいなって思ってた時期であったので、今回トラウマナイトで、もしそれの、その企画、僕が考えてる中の一つの、その、全く見えない人間が死を受け入れる話っていうのが撮りたいなっていうのは思ったんですよね。だからそれがちょっと一つ、松田さんの芝居も相まってできたかなっていうふうには思うので、今回は楽しかったですね。あれは。さあ、この番組はその琉球ドラマナイトってついてますから、琉球ですよね。沖縄に根付く死生観とか、人々の風習とかね、自分とか、そういうものを積極的に取り入れていこうと。コンセプトがありますんで、うまくいった方じゃないですかね、今回ね。そうですね。神崎さん、今回俳優としてご覧になってみて、はい、芝居的な部分とかも含めて、キャストどうでした？キャストどうでしたか？みんな。いや、素晴らしかったですよ。ほぼ初めてみたいな子もいましたよ。そうですね。それがいいのかなっていうのがありますね。そうそう。だから、ほら、韓国映画とか知らないじゃないですか、僕ら役者からすると。で、それが逆にリアルに見えるっていうのもあるから、今回あんまりそうね、あんまり、見ないって言った姿勢ですけど、役者さんで。で、それぞれみんな芝居が、エモーションな芝居が上手かったかな、みんなね。特にやっぱ松田さんも良かったし、若干包帯ぐるぐるのおじさん。あのおじ。あのおじ、なかなかリアルですよね。いい顔してますよね。あの方は演劇の人？ですね、南部の方で、お芝居もされたりとかするんですけど、基本的にはもう普通のお仕事されてる方で、国吉さんって言うんですけど、本当に、あれ、実はあのシーン、自宅監視のシーンはスマホで撮ってるんですよ。8ミリの見えるアプリ撮ってやってるんですけど、撮っていて泣きそうでしたもん。なんかすげえ、何がって、こういう、目の前で今芝居でやってるけど、これが本当にあったんだよなっていうのが、結構ありあり伝わる要望だ、なんか様相というか、なんかちょっと実写というかドキュメンタリータッチっぽかったもんね、あのシーンのが。あのシーンすごく簡単に撮ってるんですよ。木の枠も、本当ただ打ち立てのやつをこうやって持って、本当の、座敷ローは作ってなくて、ただ木を打ち付けたローだけ作って、で、国吉さんに庭の、裏側の方で、焼き芋を食べてもらうっていうだけだったんですけど、でも本当になんか苦しくなるようなシーンでしたね、あれは。
そう。だから、たったの50年前とかですよね。うん。40、50年前。実は小原さんもご覧になった、建物とかがあった時代の話だから、うん、人間って本当にギリギリのところで、生まれたり死んだり、うん、成長したりっていうのを繰り返してんだなっていうふうには思いましたね。今、ウィキペディア見てるんですけど、うん、沖縄ではですね、支度館地に使われた小屋が、2018年現在も沖縄県に現存しているって書いてます。だから多分まあコロナ前。はいはいはい、はい。で、多分残ってるんじゃないかな、今もね。まあでも、支度館地って、もちろん風習とかそういうもの自体が一般的にはもうなくなったと思うんですけど、多分、やってるところあるじゃないですか。うん、やってるところっていうか実際そういう思いでっていうかあるはずだから、それも含めてなんか風習なんだなって思います。全体なくなる風習って多分あんまないと思うんで、しかも、これに関しては、なんかすごく、あれですけど、家族側の気持ちもわかるじゃないですか。まあね。やられた方もやる方も。だからこそ、取り上げるべき、歴史だなっていうふうには思いましたけどね。まあ、悲しい一面ですけど、うん、これはね、やっぱりいつか誰かが取り上げないとね、うん、これを沖縄のクリエイターで取り上げた人ってまだいないんじゃないかな。うん、だから、そういったところ、だからトラウマナイトっていう、まあ、名前がキャッチーで、やっぱりその、あれですけど、なんか、そういうものも含めて今後、テレビでっていうのがまたミソだと思うんですよね。これが、前、昔僕らでやっていた地下の上映イベントでとかってなるとまたちょっと、まあそれもすごく意義あることだと思うんですけど、これがテレビで流れたっていうのがまた一ついいことだなとは思いました。あとまあ TVer でも見れますしね。確かに TVer で。日本全国で見れるんですよ。確かに。ただこの、支度館地自体は日本中にあったものですよね。そうみたいですよ。沖縄だけじゃないんだけど、うん、沖縄はそれが終わるのが遅かったと。近かったってことですよね。うん、で、まあ、その、政府もそれを賛同して、後押ししてましたからね。なんとも言えないですよね、これはね。言えないですね。制度としてあったっていうのは怖いですね。やっぱりね。なんか、神崎さんとかも、人権フォーラムとかで、いわゆるハンセン病のやつを、はい、演劇として、広めたりとかしてるから。やっぱなんかちょっと、まあやろうとしてるというか、まあ別に僕はこれでこの、ことがあったんで、広めたくてやったわけじゃないですけど、なんかそういう活動にも近いものがありますよね。そうですね。あれは、ハンセン病はもっとひどい話がいっぱいあるからね、毒棒とか。でも患者同士で面倒を見させるみたいな、ね。毒棒は本当にひどいですね。この場合は映るかもっていう、その恐怖心もあったからっていうのもありますもんね。うん、伝染病でっていう、ね。でもまあ、でも、今のコロナの状況も一歩間違えればどうなるかわかんないですよ。そのウイルスのね、発生、まあ、ね、うん。特に、まあ、だいぶ落ち着いてるけど、出始めの時は結構ハンセン病に近いムードもあったからね。だから、まあ、私ね、サル痘菌とかなんか出てますけど。確かに、サル痘も名前が怖い。ちょっとね、なんか猿に変化しそうです。サル痘って怖いですよね。痘っていう漢字もなんか嫌だし。本当の痘ですよね。本当の痘です。サル痘って、なんかこう、猿みたいになって、だから、かかった人水ぶくれができて死ぬんじゃないかな。マタンゴみたいにブクブクブクれてさ、猿みたいになってさ。嫌ですね。怖いね、それは。サル痘。でね、ウィキペディアをちょっと見てると、興味深い、のがもう一つあって、はい、実はその病院と支度館地以外に神社仏閣などの宗教施設に精神病者を収容し、祈祷、暴行、滝行などの民間療法によって治療する手段があったと。ちょっと待ってください。真ん中に暴行って言いました。あ、暴力って書いてます。ごめんなさい。暴力ですね。だから現実には、こういうのは結構、まあ、精神病者に対する現代の代表的処置となっていたと。あ、まあ、民間療法って書いてますから。なるほど。だから祈祷とかですよね、多分ね。根底にあったのはでも救いたいっていう気持ちなんでしょうかね。だってまあ神社仏閣ですからね。そうですよね。本気で、まあ、ロボトミーとかもそうですよね。まあでも、これは本当に無知が招いた悲しい歴史というかね。
ですよね。確かにな。うん、でもこれ宗教が絡むとなんかややこしいですよね。そうですね。本当にね。本当聞いてるかどうか分かんないしね。確かに。まあ、今回は、その、いろんな、その宗教的なものとか思想とかを取っ払って、僕は家族っていうちっちゃいコミュニティにして正解だったなと思います。まあ、けど、ハンセン病もそうです。最後に、やっぱり残るっていうのは家族の問題ね。だから、その、施設に入れてしまったとか、入って、今なお言えないのは家族に迷惑かかるとか、お互い思い合ってるところの、で、一番差別がひどかったのも家族だったっていう。家族からの差別が一番怖いっていうのがあるから、あれは、あえて家族に絞ったのが正解かも。不妊性が出ますからね。確かに。まあ、ということで、今回のトラウマナイトは、はい、まあ、私たち的には良かったんですが、視聴者の方がどう思ったかっていうのをね、知りたいので、ぜひ、ツイッターとかでつぶやいてください。三振ユリとかエンターテイメントはありますもんね。あのシーン。気がずんなんてオープニングもう、水着の女の子から始まる。そうですね。アメリカ映画のね。あれね、スタート。フルハウスみたいな。そうそう。ちゃんとそれエンタメを抑えながらの作品だ、ハリウッド映画スタイル。はい。まあ、見てない方は TVer でご覧ください。はい。監督。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、もうぜひ。告知を。告知。はいはい。すいません。ちょっと、告知をしていいですか？最後に。僕この何日も出たナンバートラウマナイトを、ちょっと皆さんの心に刻みつけたいっていうのがあるんですけど、もう一個ちょっとあって、僕、ミラクルシティ講座っていう映画を、撮ってたんですけれども、そう、ミラクルシティ講座のですね、ブルーレイディスクが、はい、発売しております。あと、配信がですね、もう10を超える配信サイトから出ていまして。すごいですね。Unext から、ギャオから、いろんなところから、Amazon プライムから出てるんですけれども、はいはいはい、ブルーレイディスクはですね、なんとも未公開シーンも、そしてメイキング映像も含めて約70分以上の、特典がありますので。70分ってすごいね、ほぼ。すごいですよ、ね。超映画の。パンパンに入れましたから、ディスクが。はい、パンパンに入れた特典映像付きとなっておりますので、ぜひこっちもですね、なんとAmazon の日本映画カテゴリーで1位をずっと。コメディ部門して。コメディ部門。日本映画カテゴリーでも行きました。おそうなの。コメディでも撮ったので、もうぜひ、ちょっとこちらもですね、まだ、確か在庫あると思うので、もうしょっちゅう在庫切れになるんですよ。売れちゃってありがたいことに。なのでぜひ、ちょっと注文してみたり、はい、もしくは配信で見たりしてほしいなというふうに思うので、ぜひ皆さんミラクルシティ講座よろしくお願いします。はい。ぜひ本番も買ってください。はい。はい、ありがとうございます。あと、紫の話はいい？あとですね、あとミラクルシティ講座のモデルとなったバンド、沖縄市のこの伝説のロックバンド、紫というバンドがあるんですけれども、はいはい、1970、60年代、後半から活動したバンドなんですけど、今も現役のバンドがいるんですよ。あ、インパクトっていうのはあれは、あれも紫、あれも、コハルさん、嘘なんですよ。映画は、あれ作り話。あ、そっか。タイムスリップした時点で作り話。なんですけれども、そんな紫のですね、ドキュメンタリー映画が公開されるんですよ、実は。9月に、沖縄で先行公開されるんですけれども、僕実はこれは監督はしてなくて、予告編だけ僕が作ってます。あ、そうなんだ。はい。うちの会社、プロジェクト9で、入って制作してるんですけれども、もう僕は予告編の監督という形で入ってまして、はい、これが今、紫、映画とかで検索したらですね、YouTube でも見れるので、うんうん、ぜひちょっと、紫のドキュメンタリー映画をですね、こちらもご覧になった上で、ミラクルシティ講座見て、ミラクルシティ講座見て、また紫のドキュメンタリー映画見てっていうそのループをですね、無限ループぜひ続けていただきたいなというふうに思います。抜けられない。抜けられない。抜けられない。もうずっと講座にいなきゃいけない。そんな無限ループで。はい。インパクトメンバー、ヘントナイクの神崎さんからもぜひね、押していただきたいなと思ってるのでよろしくお願いします。はい。もうぜひぜひ、もう無限ループでハマってください。まあ、もし何かイベントがあれば、いつでも迎えますので。あれはもう、そして、ミラクルシティ講座はですね、今もまだ、なお、シアタードーナツで上映中でございます。多分、この放送してる時も上映してます。はい。もう多分、2年ぐらいやってくれると思ってるんで。他の映画かけられないじゃん。はい、いや、もうずっとやってほしいなと思ってるので、ぜひ、シアタードーナツにも足を運んでみてください。はい、ありがとうございます。はい。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のお相手は神崎秀俊と、小原武史と、平和弘でした。
YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。